お笑いコンビダウンタウンの松本人志56が4日、自身のツイッターを更新。寄付などの善意を批判する人たちに対し、寄付や義援金をしたい人たちの心を削りますと苦言を呈した。新型コロナウイルス感染拡大により、生活苦となった人や医療現場を救おうと多くの人たちが義援金やマスク、大盛り服などの寄付を行っており、松本人志も生活苦の後輩芸人にポケットマネーで一人、上限100万円を無利子、無担保、返済期間は5年間で貸し付ける意向を持っている。松本はツイッターを通じて、善意にケチをつける人たちがいます。それは、寄付や義援金をしたい人たちの心を削りますと主張し、そして回り回って、自分や自分の大切な人たちをも救えなくなるのです。アーホーとメッセージした。